夫婦円満の秘訣はズバリ哲学対話ですはいこんにちは,こんにちは優雅とおかっちの哲学夫婦の時間です、うん、哲学夫婦とは夫婦生活において大切なことを夫婦でじっくり考えて対話する場お互いがね、うん 大切にしている価値観とか考えを理解できて、自分たちらしいパートナーシップを育む育,育,育,育む育む,育むをことを目的にしています。うん、は,い、はい。今日は初回なので、ね、ちょっと読ませていただきました。こんな感じですよ。ゆうかさん。あ,あ、こうやってスクリプトやってんだよ、うん。うん。へえ<ー>。ね、賢い。 させてていいただいてますよさんはい、はい、こんこな感じで、ねうんまあそもそもこれ何でやろうかなと思ったのかというと忙しい毎日で、うんえー、子供をどっちが送迎するとか週末どっちどこに旅行行くとか、うん、そんなことを話し合うことはあっても、うん、家族って何だろうとか、うん、私たちの幸せって何やとかこれから5年後10年後20年後どうやって生きていきたいのかっていうことを話すことはあんまりないんかなと思ってて。 まあ世の中の,不世の中でもね豊かなパートナーシップを育むためには、うん、そういうお互いが本当に大切にしている考えであったり、うん、信念であったり価値観を自分がまず知って、うん、そしてそれをお互いがこう伝え合うことで理解し合うことがこれ絶対必要やなと思って僕ら毎日やってるやん。 毎日やってるけど世の中の夫婦の話を聞いてたらそういう話あんまりしてないって言うねん。いやまず前提として私たちには子供がいないよね。子供がいないからプラス仕事も一緒にやってるやん。でそこの環境の違いっていうのはすごく大きいと思っててやっぱり子供を育てていくって物理的に時間と労力が。 とんでもない普通にもう各家族で子育てをしていくっていうこと自体が無理ゲーやと思ってるからその無理ゲーを無理くたやってるのが今の現状。だから、うん もうその差し迫った送迎誰が行くとかお風呂誰が入れるとかそういうことがもちろん優先的に話題に上がるしそれをやっていくことでもういっぱいいっぱいっていうことをまず理解しないといけないだ思うだから緊急的なことが多いから重要やけれども緊急でもないことはどうしても後回しになってしまう。だってなぜ生きるのかって別に今話さなくてもいい子で。 どっちがお風呂入れるっていうのは今話さないといけないことやからそういう緊急的なことがたくさんあるがために本当に重要なことをあんまり話し合う時間と余力がないんじゃないかってもちろん誰がお風呂入れるかとかも大事なことむちゃくちゃ大事なことなんやけれどももっっとと根根本ののこころねでも僕たちは絶対それ大事やと思ってるわけやんか。 ってるうん、でそういう本質的に根本にお互いが大事にしてるところいわゆる根っこの部分をちゃんとまず自分が理解して、うん、でお互いがお互いの根っこを理解し合うことで、うん、本当にストレスなくなんていうかあのー、豊かなというかた楽しいパートナーシップが育めるんじゃないかなっていう。うん、かなんていうの楽やし楽しいし気持ちいいよね。ももやもやが、うん できるだけ少なく、うん、少ない状態にできるというか、うんまあ、そういうこともあってこのの夫婦哲学というのをやろうと思ったんです、うん、でやっぱり普段忙しい時間もあると思うので、うん、この夫婦哲学の間、まあ、20分ぐらいなんで1つ 1>、うん、それを見ている間はちょっとね、えー、じっくり自分の根っこって何なんだろうって。 自分の人生とか、えー、家族生活において大事にしてることは何なんだろうってまずは自分で考えてでよかったらパートナーと一緒に見てくださいでパートナーって見て「見てあのおかち変なこと言うてるで」とか「あっ湯風さん言うてること私も賛成やと思うけど、はいえー、あんたどう思う?」みたいな感じで、うん、ぜひそのね、えー、一つの話し合うツールとして忙しい時間があるので、うん、このツールとしてこれを使っていただけたらええなと思ってそう,そ,うそういう意味で始めたんよ。 ライ,ライブ配信でややってるやん、うんまね、夫婦の時間、うん、あれもなんか夫婦であの見るようになって、うん、対話が増えましたっていうコメントもこの間あったよね。ねすごい、うん、あのいいなって思うそうそうで毎,毎週のライブ配信はどちらかというとフリートーク的なところがあるから、うん、行ったり来たりする部分があるから、うん、これライブ配信じゃない部分は一つのテーマを 掘掘掘っっっててていいきたなな感じんで今日はね第1回目やからそもそもなんでこういう哲学することが大事なのかっていうこと夫婦の間でそれをちらっと僕も話したんだけどそういうところをちょっと2人で話したいなと思うんですけどまずうかさんど思いまますず夫婦っていうのはさうちの場合は仕事も一緒にしてるからこうビジネスのパートナーでもあるんだけど。 よったらまあ一番身近な存在、うん、一番近くにいる人、うん、存在が大きい人で、うん、あのその人とまずなんていうの共通認識を持って生きていくっていうことはんていうかないちいち説明しなくてよくなってくるから楽っていうのはあるよね。 そでもそ,そ,<う>それがお互いが分かったつもりになって、うん、説明をす言葉で伝えるっていうのをはずっと省いてしまうと、うん、なんかこうずれてくるもあだからその根本的な指針、うん、大きな方向性っていうのをすり合わせていくことで、うん、なんか,その,なんていうんかその枝葉の部分で話し合う必要はあるでもちろんあるんやけれどもんなんか根本的に大きな、うん 流れに一緒に乗ってるよねっていう感覚があることで心強いし、うん、なんか例えばやけどさ 2>,、うん、でも2人ともまあ出会う前からやっぱ心理学とかがすごく好きでそういう知識のベースはあったわけやんか、うん、その、うん、だ,だから何、うん、て言うのかな物事をこう考えたりとか、うんうん、えー ま情報を処理する、まあ、情報を集めて、うん、自分で考えていくというベースが何、うん、て言うんかな大体んか同じような何、うん、ていうのかなこうレベルっていう言い方はしたくないんやけど、うん、まスキル、うん、同じようなスキルをも、うん、持っているという前提で一緒にいるからうん、うん、もうなんか全然この人に何をどう伝えたらいいんやろうみたいなことにはなれへんわけやうん。うん 全然わかかかっってくれへんとか、うんととなな具体的な話ちょっとあれ今ね今探りながら探りながらなんかあるかなと思ったんやけどな、うんうん、なんやろうななんかあるえっとねまあだからお互いが例えばお互いが同じ方向進んでるかなと思いつつ一歩目はこうね同じやけど二歩目がちょっとずれてるけどまあこんなもんかな三歩目あちょっとずれてるなってこうちょっとずつね 外れていっていっ可能性は結構あるるかなと思っている例えば、うん、子,ど子どもの子育てのことにおいて、うんえー、子どもをいい大学に生かすことが大事だって思ってるお父さん、うん、いい大学に絶対生かさないといけない、うん、大学に生かすのは、えー、と両親の仕事だと思ってるお父さんと、うん、お母さんはいや別に大学に行かなくても世の中にはいろんな選択肢があるから、うん、えと子どもが自分が選んで自分で決めたらいいよねと。 で大学に行きたいんやったらそれは自分でお金を稼いで大学に行,かした、えー、行ったらいいんじゃないかって考えてるお母さんがいたとして、うん、でまあ初めのうち幼稚園とか小学生の低学年の間はあんまり問題になってこないけど、うん、例えば高学年になって中学受験をすると、うん、なった時にじゃあお母さんは。 いや中学受験は子供が中学受験したいんやったらしたらいいんちゃうかっていうスタンス、うん、でもお父さんはいやいい大学に生かすためには、うん、いや「異中学行かないと公立高校荒れてるやんこの地域は」だから絶対中学に受験が大事なんだっていうところでここで議論になっていくね、うん、でここの議論っていうのは中学受験はせんでもいいよねっていう議論と中学受験はした方がいいよねっていうここの対立じゃないよ、うん 根っこの部分でお父さんは中学受験じゃなくて大学に生かすべきだと思っていてだからそのために中学受験に生かした、えー、させた方がいいと思っているでお母さんはえっと別に大学に行かさなくてもいいと思っていて、えー、だから中学受験も子供が行きたかったら行ったらいいと思っているっていう根っこの部分が違うんよ。 だから、根っこの部分を話し合わずしていや私は中学受験はこういうメリットがあるこういうデメリットがあるから、えー、中学受験行った方がいいっていうのといや中学受験せん方がいいよってここの対立だけで話してても一向に交わらない、交わらないんだよね。 だからもっともっと深い部分でそもそもどんな子供を育てたいのか大学にいい大学に行かすそしていい会社に行かす行ってもらうそういう子供になってほしいのかもしくは自分でえと進路を決めるとか自分で道を決めて自分で考えて行動できる人を育てたいのか大きく違ってくるからその根っこの部分をまず共有せえへんことには今この枝葉の部分であったり今日常の選択っていうのを決められないよねと。 選択肢 A という選択肢 B という選択肢で話し合ってても交わらないから根っこの部分をまず共通認識を持つことが大事だよねとそういうこともさ生活のさいろんな局面で出てくるやんいろんな選択をしなきゃいけない今のの受験んだけどもっと根本的なスタンスとして例えばさおかちってさ私のことを人前でけなしたりとか絶対せえへんやん。 なんかもううちの嫁さんは料理も下手でとかあのだいたい料理もせんしとかさなんかすごい最近太ってきてとかさ絶対言えへんやんかんか老けたなとか絶対絶対言えへんやんか言えへんしそのなんか年を重ねていくことに関してなんていうんかなそれはネガティブなことではないという認識があったりとかあとはまあ なんやろうな丸くなっていくことはそれはそれですごく可愛いと思ってたりとか、うん、<な>んか, <laughs> かそういうところがあるやんそうなんかか哲学があるから、ね、だから年、うん、を取っていくことは悪いことではないと思っている丸くなることも別にその人のこ一つの個性として悪くはないと思っているから、うん、だから優雅、うん、さんがたとえ丸くなってても年、うん、を終えたなと思ったとし。 してもそれをネガティブにはないそれはなぜなら根っこがそういう根っこがあるからそう思ってないからで私もさおかっちのことまあいじったりすることはあるでそれはなんていうんかなかわいい存在やからさそれをいじったりとかすることはあるけれどもなんかすごいなやろうな愚痴ったりとかうちの。 んなほんまにもう最悪でさみたいなさ<う>ないんよねほんまにこの何年も、うん、なぜならそれをすることがお互いの関係にとっていかに毒かっていうことを知っているし、うんうん、知っているしほ,ほん当にそう思っていないからうんその、うんうん、なんかあるでそりゃんかさ、うん、初めての付き合って初めてのクリスマスプレゼントがお手紙だけやったとかさ <laughs> そういうのはもうネタとして、うん、<laughs> ネタとして言うけど学校でなかっお <laughs> 手紙もらったら喜ぶって。 ネタとして言うけどもそれはなんかもう可愛らしい話やんか言うたらでもそこで私はちゃんとそれをブチギレてキラキラしたもの一緒に買いに行ったみたいなところまでは話すしなんかそう,いうそういうところでなんか何やろうなそ,そういう価値観がちゃんと揃っているから一緒にいて楽で,でたまにおかっち以外のまあ同世代とかちょっと上の男の人とかから。 なんかすっごい久しぶりに会って、二十年ぶりぐらいとかに会ってさ。老けたなとか言われたりとかさ、なんか、え、ちょっと太ったとか、なんかこの間もなんか。こうフェイスブックのコメントで、おかっちなんかお腹出てきたみたいな。言われたりとかするんやけど。まあ僕は気には。そう、おかっちは気にせんやけど、私はなんか。嫌なんよね、なんか、ななん。びっくりするね。ん普段言われ慣れてないから。うん。で、びっくり。するから、そういう人とはやっぱり。 一緒に暮らしたらすごく辛いやろうなって思うんやけど、日本社会では割とそうやってお互いのパートナーのことをけなすっていう謙遜の美徳みたいなのがデフォルトになっていると。で、でもそうそうじゃないよねっていう認識があることですごくなんていうかなら楽だし、うん、こう自信を与えてくれる一緒にいることで。う,ね、うんだからそういう価値観を、うん。 共通した価値観を持ってるかどうかまず確認することとそれを嫌なんやったらこれはこういう理由で嫌だからやめてほしいとかっていうことをちゃんと対話してお互いが快適に過ごせるような関係性を作っていくことはすごく大事でもう一つはえっと 一番近くにいる人はいわば自分の鏡であってその人と対話をすることで自分の本心に気づくよみたいな自分のことが分かってくるでついでに相手のことも分かってくるでそれが共通の認識として持てるってなったらやっぱねこう変なストレスストレスがもう極力少ない状態で生きていけるんよね。 まあだからお互いの,そのさっき僕たちが言った根っこっていうのは言葉で言ったら価値観であるったりするわけで普段の僕たちの発言であったり行動っていうのはその根っこいわゆる価値観,か価値観があるからそういう発言をしたりえ価値観があるからそういう行動をしたりするだからえと太るのは悪いことだと思っているから太っている嫁さんを見たら食べるなって言ってしまったりとかえ家事は旦那さんは手伝うべきだと思ってるから手伝わないじえ旦那さんを見たら手伝えって。 言ったりイライラしたりりしする全部その根っこの部分は価値観から来ているものだるからお互いを理解するというのはその価値観を理解することが大切でだからそのためにその一つ一つ何かがあった時にもやもやした時には立ち止まって。 お互いいがどううう価値観ななんだろうって言ってそのなんでそん,なこと言う、えー、そんなこと言うなってこうその怒ってることを責めたりするっていうこと以前に、うん、そもそもどういう価値観があるからそういう発言が来てるんだろうとかうん、うん、どういうか信念があるからそういう行動してるんだろうっていうのをちゃんとこうお互いその時に理解し合う。うん、で,でそこが共通のものが持てないんやったらいや私はこれは絶対譲れないんやったらいやこういう考えをしてもらうのは困るっていう話はするやろうし。 クリスマスマプレゼントがお手紙だけやったら困るっていうことはちゃんと伝えるんですよそれはもう全,、うん、全身全霊で表現して、うん、でそれをおかっちが理解して <laughs> あそうやなと思ったらその価値観を採用するしでもそれも違うなって思うことがあるんやったらそれはお互いが違うっていうことをに理解した中でどううまく付き合っていくのかっていうことも大事なかん、うん、あるるいいはお別れするのかっていううそうそ,うそ,うそ,うそういうこと。うんうん だからそ,その時にお互いが譲り全部全ての価値観で一緒になるっていうのは不可能なことやから、うん、不可能なことでそれは絶対するべきではないするべきではないというか難しいことやと思うで無理やと思うそれはどのパートナーでも全ての事象における価値観を全く一緒にするっていうのは不可能であるから、うん、でもそのお互いの何が違うのかって理解することはまず大事、うん、理解し合うことはすごい大事で、うん、じゃあ違うんやったらさっきも言ったようにあ違うねと違う状態で じゃああ一一つつにに決決めめなななかんのやったらいいいといけない、うん、A と B があって A にする B にするでもいいし A と B を合わせた C にするでもいいし、うん、なんかそういうい中学受験する中学受験しないっていうこの A か B でもいいし、えー、とじゃあ、えー、と中学受験するかせえへんかっていうのをお父さんとお母さんが子供にプレゼンして子供に決めてもらうっていうプラン C を見つけるというのでもいいだからそういうふうにどっちかに決めるもしくは新しい 2, 2人が納得する。 価値観を作るでもいいけど、うん、何かしらそのも「違うよねみんな違ってみんないい」だけじゃやっぱ夫婦生活してる中で難しいから何か一つの方向性をそこで決めることは大事だと思っていて、うんうん、で決めた状態でじゃあその新しい価値観で私たち生きていこうねってなるとすっきりモヤモヤせずにできるう真の例やけど、うん そのまあ初め付き合ってて初めて今はちなみにね今はもうクリスマスもバレンタインも誕生日も別にプレゼン別に欲しいと思わないししたいと思わないからうん欲しいものは自分で買うっていうのがお互い心地いいからいいんやけどその付き合って初めてのクリスマスにお手紙だけだったっていうのはえ何があかんのって思う人ももしかしたらいるかもしれないしえ優雅ちゃんそんな,なんか物欲で。 なんか物をもらうことが目的で付き合ってんのみたいなふうに思う人もいるかもしれへんねんけどそうじゃなくて私がその時ブチ切れたのは。うん もう30過ぎてたのよその時にね出会った時も30過ぎてってさ、うん、まあ独身でさ今後の人生をもちろん結婚とかもいろいろ視野に入って、うん、こう人生の身の振り方をいろいろ考えてる時に出会った人やんか、うん、で同世代で,、うんでまあ、起業したばかりということも知っていてお金がそんなにないこともその,その時点でよないことも知っていたけれどもそこでお手紙だけっていうのは。うん この人は現実的に私と一緒に生活していくっていういわゆる経済力のこととか、うんうん、そういうところがうんって思うわけさ、うん、<laughs> その覚悟はあるのかそのつもりはあるのかっていう、うん、私はまあ30過ぎてパートナーをこう何て言うの探していくと、うん、選んで今選んでいる人に求めるのは何か気持ちでお手紙だけでクリスマスやり過ごそうっていう <laughs> そういう態度は望んでいないっていう。うん なんかちゃんとそこにお金をかけて自分はここに何て言うのかなこのこの関係にちゃんと現実的に生活を一緒にしていくであったりとかそこに労力やコストを払うよっていう覚悟だったりとかそういう姿勢が見たかったわけですよ。 だかららすごく軽んじれて思いはこもってたよ手紙思いはこもってたけど現実的にんか綺麗事だけで軽んじられてるっていうふうに私は感じたわけその時に僕はそう感じると思ってなかったから自信持って手紙を書いたわけでそうだけどそこにだから気持ちの思いのさ思考のギャップが価値観のギャップがあったからそれを伝えることでおカッチはまあそうやなってそうやなって確かにそうやなって納得したから 一緒に次の日キラキラするものを買いに行ったっていう。うんうん、で私も納得して、うん、おかちも納得してっていうことやん。うん、でも今はお互いそういうのを全然求めてなくって、うん、なんでかって言ったら、誕生日やから物あげるとか、うん、なんかクリスマスやからなんかあげるとか、バレンタインやからチョコレートあげるとかっていう、うん、なんか誰かが決めたそれに沿って消費活動するのってバカらしいよねっていう共通の認識が。うん。どうせお財布は一緒やし。<laughs> 欲しい時に欲しいものを自分で買う方が楽やんねって思う2人ともが思ってるしその価値観を共有してるからそれでなんか全然おかつクリスマスやったのになんもくれへんかったわみたいなストレス全くないし自分も何ななかあげやなあかんなとかはないし逆にこれをあげたいと思ったらその時にあげるしもらうし。で 楽よ、ね、そうだからその時に価値観を理解することが大事で、うん、一番最初にあ僕が優雅さんに怒られたからじゃあお祝い事にはプレゼントキラキラあげるものをあげないといけないんだってそこの行動だけをインプットしてたら、うん、これまた話が合わなくなってて、うん、結婚してからもずっとこうキラキラしたものを送り続けてたら <laughs> 優雅さんはもう変わってるわけで価値観が。うん、で そんなんじゃないんだよねってなってそこでじゃあまた共通の理解をしたとしてもずっと送り続けてたらあかんわけで大事なことはどんな行動をするかこれ大事よ大事なんだけどそれ以前にその行動の根っこにある価値観その価値観をちゃんと話し合うことでやってくる発言とか行動も変わってくるからここの表面的などういうふうなことを言うとかどういう行動をするここここだけじゃなくて根っこの部分を理解することが大事なんだ。だから夫婦において根っこの 部分を話し合う哲学が大事なんだと いうことですね、だからこの哲学夫婦を始めました、はい、今日はね、まあ、第1回目ということでなぜ哲学夫婦いや哲学対話,は対話をすることで夫婦円満になるのかということをお伝えさせていただきました、まあ、こんな感じでね、まあ、不定期ですけど月3回ぐらいかな月3回ぐらいでこういう哲学夫婦で、まあ、いろんなことをテーマにえ教育子どもはどんな子どもを育てたいのかとかね、えー、じゃあ幸せとは何なのか愛とは何なのか どこまでが浮気とかわ、まあ、からんけどそういうことをお話ししていきたいと思います、うん、そういうお話をしていくことで夫婦のお互いのパートナーシップの価値観根っこの部分を理解し合って、えー、とここも仲良くなったらいい、うん、ええー、し聞いてくださってる皆さんも、えー、仲良くであなたさんあなたらしい、えー、パートナーシップを築けたらいいのかなと思ってます、うん、はいこんな感じでございますでよかったらね毎週日曜日9時から夫婦の時間ライブ配信もやってますので、えー、遊びに来てください、えー チャンネル登録もよろしくです。はい、えー、バイバーイ。